どうしようかな。アクションも嫌だ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 な。5分の2、5分の1番。お、グフグフ。オイラはパズ、オイラはパズル。パズルマニアのカルディってだ。グフフフフ。この部屋のテーマはクイズだフ。グフ。説明を聞くかい。お願いします。グフグフ。クイズを12問出すから答えるんだ。今乗っている板が1問正解するごとに1つずつ上がっていくんだ。だけど間違えると2つ下がっちゃう。答えをグズグズしてると5秒でおしまい。その時は1つ下がっちゃう。12問出すのに、12問出す間に8つの高さを上がってこれたら見事クリア。グフフフフフフフ。爆弾入りの有名なパペットの彼の口癖はゲス。マリオの家のカーテンの色は何？何色？ピンク。違った。ブッキーの機関車の名前は、96やったっけな。クッパのレベル15で覚える技は、突き出ろボボン。ノコヤンの先生の名前はジャッキー。クロコの、3人。オノレンジャーのリーダーはレッド。最後のスターピースはどこに入れる？クッパ、クッパじゃ違うの。マイトダイナー？な、誰それ？ゲッソー、クララ、プクプク、彼らに共通するのは海の生き物。パイプダンジョンに入って最初に現れるモンスターは、覚えてねえよ。パイプダンジョン、クリボー。違った。グルメモンスター、デミグラ、彼がブキはフォーク。残念。グフグフグフ。くっそー、もうこいっとんねん。この辺とかなんもない。結構割っとったけど、ちょこちょこ間違っちゃった。わかった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 。ごめん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 。もう一回もう一回もう一回。ごめん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 。モンスターキャロライン。変身したものはキャロライン。キャロライン。ゲッソー、クララ、プクプク、海の生き物。クロコの子分は3人。ジャッキー、違った。タコロン。彼がぶら下がっているもん。タコロンって何？マロ、マロがこの仙人から頼まれたお使いの、コオロギせんべい。星の降る丘、愛らしいモンスターは、モコモコ、ニョキニョキ、ムクムク、モコモコ。違った。雲に乗っているモンスター、ジュゲムが投げてくるものは、トゲヘイ。カントリーロードにある影を登らせてくれたのは、パタパタ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 イ。出生の命にかける槍の姿にして、ボスの名前は、なんて、宿、ビヒ。メニュー画面から上の4つの項目目はね、装備。息子が持ってるゲームの機種は、ゲームボーイ。くっそ、わかるかい。くっそ、めっちゃ悔しいぞ。めっちゃ悔しいぞ。結構、なんか、そこそこ適当でも合ってるところが笑うけど。何やったっけ、装備。マイトダイナの、違うの何？カブトムシのメスの値段は1コイン。カントリーロードにある影の登らせてくれたのはパタパタイ。オノレンジャーの、オノレンジャーレッド、海賊ジョナサンのフルネームはジョナサン・ジョーンズ。ジョーンズ。ピーチ姫がクッパに触られたとき、ピーチ姫は何をしてるところだって花を摘んでいた。イージェントパター、サージェントの意味はわからへん。軍曹。卵モンスター、キャサリン必ず言うセリフ、キャシーって呼んで。キャシーって呼んで。星の降る丘、愛らしい板、もこもこ、ニョキニョキ違うのか、マリオのカーテンの色は。何色？青。タコツボゲストの部屋に入るんで、パスワードで、水族館。くそ悔しいの。ちょっと一回ステイしよう。よし、行こう。行くぞ。
回のチャレンジや。カントリーロードにある崖を登らせてくれたのはパタパタイ。武器の機関車の名前は、武器96。妖怪、ベロームが嫌いな鳥は、スズメ。カエルコインで買えるアイテム、あの頃に戻りたい。さて、その効果は、あの頃に戻りたい。ゲームを、バトルを始めからやり直す。ゲーム画面の4項目目は装備。雲に乗ったモンスター、ジュゲムが投げてくるトゲ兵。マシュマロ王国の彫刻家といえば、ガロさん。星の降る丘にいた愛らしいモンスターが全然わからんかったけど、ニョキニョキ、あ、違う、ムクムクなのか。爆弾作りで有名なパペット、亀の、彼の口癖はゲス。世界征服を狙い、タコロン、彼がぶら下がっていたものは、違った。卵ってキャシーって呼んで、ノコヤンの先生はジャッキー。絶対分からへん。ちょこちょこ分からんの二段下がりが結構厳しいな。そっか、黙っとったらええんか。あ、間違えた。ダイナマイト、恋人、違う、何、サージェント、軍曹、マシュマロ王国、彫刻はガロさん。マリオのカーテンの色は青色。盗賊クロコは3人古文ね。ヘイホーの持っている武器、パチンコ玉。爆弾作り、有名なパペットの口癖はゲス。ノコヤン先生はジャッキー。ピーチ姫クッパにさらわれた時は花を摘んでいた。やっと来たー。8つの高さまで到着。まあ朝飯前だったかな。グフ、いや結構頑張った5回か6回ぐらいやったよ。え、何これ。グフグフ、この部屋のテーマは樽数えだ。グフ、10秒待ってやるから、樽がいくつか頑張って答えるんだ。おこと、グフグフ、ちょっと目つぶってね。準備はいいかい。6、2、6、2、12、13、14。14個。正解。まあこれは練習問題。グフ、次いくよ。演出が勝手な。グフグフ、今度は多いよ。20秒待ってあげるから準備した。44個。くそ、そこから、そこからに戻されるのね。あ、しかもこれからか。人参、ジュゲムが飲むトゲ兵、パタパタイ、星のフラ、ニョキニョキじゃなかった、マロ、お使いは、コオロギせんべい、グルメデミグラ、いつも持ってる武器はフォーク、クッパの月、ボボーン、爆弾、パペットの口癖、ノコヤンはジャッキー、機種ゲームボーイ。6、2、12、12、6、2、12、12、15。3、4、3、10、12の
30、36、37、38、39、40、41、42、43。43個。まあ、昼飯前だったから。ってことはもう一回あるか。あれ違った。なんだこれ。この部屋のテーマは推理問題だよ。ふふふふふ。テレボー、クリタ、カロリン、プックン、この4人がトライアスロンしました。トライアスロンは水泳、自転車、マラソンの3つをやる競技なんだ。ふふふふふ。水泳、自転車、マラソンね。4人がどういう順番でゴールしてか当ててっていうのが今回の問題なんだな。ふふふ。では4人の話を聞くので聞いてね。水泳で3位だったけど、ゴールする前で3位よりちょっと上になった。なったことはなかったよ。ちょいよ、ん ?3 位より上にいるのだから3位以下やねんな。知恵。水泳も自転車も順位は同じだったけど、マラソンで2人抜かれちゃった。水泳も自転車。水泳、自転車、マラソン、2人抜かれた。自転車でプックンを抜いて、その後はゴールまでプックンに抜かれてないよ。自転車でプックンを抜いて、その後のゴールまでプックンには抜かれてない。自転車で調子が悪くて、4位に落ちちゃったけど、結局水泳と同じ順位でゴールができた。自転車のプックンを抜いて、3位、4位、ではゴールした思う順番に話しかけて、1位、2位、3位、4位。はい、よいしょ、正解、よくできました。まあ晩飯前だったからな。グフ、じゃあここを通っていいよ。グフフフフフ、やった。コンペイトー、コンペイトーって何？コンペイトー、敵に攻撃。へー、さてと4分の2でアクション、4分の2でアクション。